トメさん、こんにちは。2023担当スーパー即習講座行政法規第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますは歴専任講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それではですね、即習講座行政法規始めてまいります。で、この即習講座ですね、担当合格コースっていうのが別にありまして、そこですと行政法規のね、この講義は全部で14回ね、あるんですよ、14コマ。それをこの即習コースの即習講座では9回に圧縮してね、講義を行ってまいります。14回を9回ね、いわばダイジェスト版ですね、ダイジェスト版ね。で、こういうふうに聞くとね、いや、それで本当大丈夫ですか、知識の漏れありませんか、不安になる方もね、いらっしゃるかと思いますけども、心配いりませんよですね、ね、全く心配ありませんですね。なんでかというと、ね、大事な各法律のポイントは余すところなく皆さんにしっかりお伝えするからです。お伝えしますですね。で、しかもね、うちの、まあ、スタッフの話ではですね、まあ、あまり大きな声で言えないんですけども、担当合格コースの合格率に、この皆さんね、受講なさってる即習コースの合格率、負けてないんですよ。負けてない。そうです。うちのスタッフの話ではですね。ですから、この即習コースでも十分担当合格できますので。ただね、ただやっぱり14回を9回に圧縮するわけですから、ペースはね、講義のペースはやっぱちょっと早めになりますんで、もしね、ちょっと聞き漏らしたかなと思ったら、ご面倒でもちょっと前に戻って聞き直すようにはしてみてくださいね。強いて言うと注意点はそれだけですよ。それだけですね。で、まあ、今回ですけども、1回目ってことです。最初にですね、まあ、ちょっと勉強のやり方等についてね、ちょっとお話をしておきたいと思います。で、まず最初に使用する教材ですね、こちらね、こちら、この合格基礎テキスト、ね、行政法規、ね、これはまず必ずですね、必ずご用意ください。このテキストに沿って講義を行ってまいります。よろしいですね。で、あとこちら過去問集ですね、過去問集である足別行政法規の上巻で、さらには下巻ですね、下巻ね、これはレックから出している過去問集ですけども、この足別の上巻下巻ですね、この過去問集、これは基本的には読習用の教材っていう位置づけです、ね、読習用というのは要するに皆さんにご自分で取り組んでいただくと、そういう位置づけの教材になっています。ただこの即習講座の中でもですね、必要に応じてちょっとね、皆さんにね、あのちょっと開けてくださいというふうにね、あの指示する場合がありますので、ちょっとご面倒でもね、この足別の上巻下巻、あの講義の進度に合わせてね、ちょっとどちらか一冊ね、あのご用意するようになさってくださいですね。で、あと最後ですね、4点目、こちら改正対応冊子です。改正対応冊子、こちらこれ4点目ですね。4点目で、実はあの例年ですとね、この即習講座の中で最新の改正点ですね、あの講義するときは基本的にはね、合格基礎テキスト中に皆さんに書き込んでいただく、そういうスタイルを取ってるんですよ、例年ですと。ただ今年度はね、あのマンションの建て替え等の円滑化に関する法律、まあ、略して円滑化法って呼んでますけど、この円滑化法に関しまして、今年度かなり大規模な改正がありました。従いまして、皆さんにテキストにね、ちょっとこう書き込んでいただくっていうやり方、ちょっとね、あの必ずしも十分じゃないんですよ。従いまして、こちらの改正対応冊子を、まあ、ご用意させていただきました。あともう一つ、あの都市計画法ですね、都市計画法って法律、これもですね、まあ、大幅じゃないんですけど、結構全体的に細かいんですけど、やっぱり皆さんにテキストにね、書き込んでいただくっていうやり方はちょっとね、あの不十分かなってことで、あの都市計画法につきましても、こちらの改正対応冊子の方ですね、こちらの方にお載せをいたしましたんで、従いましてこちらですね、この改正対応冊子、これを使って都市計画法と、あと円滑化法ね、この2つの法律の最新の改正点については講義を行ってまいります。で、その他の法律ちょこちょこあるんですよ、今年度もね、その他の法律の改正点につきましては従来通りね、合格基礎テキスト中に皆さんにね、書き込んでいただくと、そういうスタイルでやってきまいりますので、ぜひね、その点ご承知おきくださいですね。で、あとね、こちらの改正対応冊子なんですけど、あのめくってていただきますと、巻末ですね、巻末にこれですね、改正対応表っていうのが載ってます。この改正対応冊子の巻末です。で、これは合格基礎テキスト、あとちょっとページめくっていただきますと、あと足別ですね、足別行政法規ね、それぞれについて、あの改正反映してありますね、変わったところについてね、こんな形でね、お示ししてますので、でこれにつきましてはね、
皆さんの方で、ね、あの勉強の合間でいいです。勉強の合間にね、あのぜひ合格基礎テキストとあと足別、ね、この対応表をご覧になりながらちょっとちょこちょこと直していってください、ね、これはもう皆さんにあのお願いするしかありませんので。ただこれやるときはね、あの頭がクリアのときやらないでくださいね。時間もったいないですから。もうくたびれて眠いけどちょっとやっとくかなっていうときにやってみてください、ね、そういう形でなる早でね、あのこの改正対応表ねテキスト、あるいはあと足別ね、あの改正をね反映するようにしておいてください。従いまして一応このね講座で使う教材一応4点ね、ちょっとご面倒でもね、あのご用意の方お願いいたします。であと講義のやり方ですね。講義のやり方につきましてはね、もうとにかくねこちらですね、この合格基礎テキストこちらですね、こちらに沿ってやってまいりますので、でねちょっと開けますと、まあ、どこでもいいんですけど、こんな形でね、今あの7ページですね、今テキスト7ページ開けましたけど、こんな形でね皆さんに絶対に覚えていただきたい知識に関しまして、私の方でピンクのマーカーでねこんな形でお示しをしてますですね。でとにかくね、もう行政法規はある意味覚えるだけです。覚えるだけ、ね、もちろんね、あの最低限の理解とか、ね、そういうのも必要ですけど、基本的には、ね、覚える作業です。従いまして、ね、もうテキスト開けて、ね、ここマークしてね、私マークって言い方しますから、ね、それをお聞きになりましたらね、私が指示したところですね、こんな形で印をつけていってください。最終的に皆さんにね、ここは全部覚えていただきますから、いいですね。でこのマークの仕方ですけど、別に私と同じあのピンクのマーカーでね、あの印つける必要はありません。他の色でも構いませんし、あの受講生さんによってはね、鉛筆であのアンダーライン引いていくって方も少なくないんで、その辺は皆さんにお任せいたします。とにかく最終的にはね、皆さんに覚えていただきたいところをね、この講座内で逐一こうやってねマークしてください ね、そうやってお示しをして、あと必要に応じて解説を加えると、そういう流れでやってまいりますので、よろしくお願いいたします。でね、一応なる早でこの行政法規の速習講座ね、一通り聞いてほしいんですよ。聞いてほしい。どういうことかというとね、あの受講生さんの中にはね、この講義聞きながら同時に足別行政法規をね解いていくって方も時々いらっしゃるんですけど、私はそのやり方はお勧めしません。やっぱりね、まず一通り聞くね、全9回ですね、9回速習ですと9回行政法規聞いて、で一応全体像を抑えた上で、あとはもう足別に集中した方がね、あの勉強ね非常に効率的に進められると思いますから。ですからまずは一通り速習講座聞いて、あとはあの足別に集中するというやり方を取ってみてください。いいですね。この講義聞きながら足別やるとね、なかなか先に進まないと思いますから。でだんだんね、あのフラストレーションも溜まってくると思います。で勉強する上でこういうフラストレーションっていうのはね、やっぱりいいことありませんからね、できるだけそういう精神的なストレスは減らす形で勉強やってほしいんですよ。ですから一通りまず聞く、であとは足別に集中するというふうにやってみてください。いいですね。で足別ですけども、ちょっとねこれもちょっと上巻ですね、上巻でちょっとお話をしておきます。よいしょ、こちらですね。でね、一応上巻ね、ちょっとご用意ください。でちょっと開けますと、よいしょ、ちょっとこれ付箋剥がしてね、こちらでも皆さんご存知の通りね、これ左が問題文、そして右がそのね問題文の解説がこうやって上がってるわけですけども、この重要度ですね、重要度につきまして、各問題の重要度がご覧のように星3つでこんなね表示してありますね。星3つ、これが一番重要、星2つがその次で、星1個が一番重要度が低いです。で星1個は基本的に飛ばしていいです。飛ばしていい、細かいからね。逆に星3つと2つはぜひしっかりと取り組んでください。よろしいですね。これは星3つと2つですね。でこの星3つはね、もう当然この講座内でほとんど触れますからですね。で問題は星2つなんですよ。星2つ、結構実はね数が多いです。で星2つ、皆さんがねこの講座一通り全9回聞き終わって、足別にねあの集中して取り組まれるとね、お気づきになると思うんですけど、この星2つ結構ね細かい知識も入れてるんですよ。入れてる場合によっては合格基礎テキストに載っけてないような、そんな知識も出てきますんで、でもそれもやっぱり頑張ってね抑えててほしいんですよ。いいですね。でこれどういうことかっていうとね、本当は星1個にしてしまいたい。だけど星1個にすると、さっきね申しましたように、もう皆さんやらなくていいですよっていうふうに申し上げてます。
そうするとその知識全く見ないで本試験会場に行ってしまうわけですね、皆さんが、ね、でも確かに細かいけど一回はどっかで見ておいてほしいな知識があるんですよ、ね、そういうのを無理くり星2つに入れてるんですよ。ですから皆さんがこの後ね足別にね取り組まれた時にあれこれ星1個じゃないかなってね思いたくなるような知識もちょこちょこ出てきます。その時はね今私が申し上げた趣旨思い出してねちょっと細かいけど頑張ってやらなきゃな、そういうふうにちょっとね気持ちを切り替えてみてください。よろしいですね。結構ねテキストに載っけてないようなのも出てきます、星2つで。そういう時はねもう解説をね右のページの解説をそのまま覚えるって形で詰め込んでってください。それが一番いいと思う。よろしいですね。であとちょっとまた足別戻りますけども、こちらね、でこれとにかく右のページにね左の問題の解説が上がってますけど、注意してほしいのがね足別をねやる上で注意してほしいのがこの特にこの誤りですね。待ってね、丸の足はいいんですよ、丸の足はいいんですよね、正しい足はいいんだけど特に誤りの足やるときはねこの問題文中のどこが誤りなのか、これをしっかりと抽出するようにしてください、ね、もっと言うとえぐり出す、ね、例えばこの今ご覧いただいてますけども、このナンバー30ですね、私で勉強いたしますけど、ね、用途地域、ね、これ用途地域勉強いたしますけども、ね、最後見てください、8種類って書いてありますけど、これ8種類ってところが誤りですね。こちらに、ね、見てください、ね、他にも種類があります。全部で今13種類になってますから、ね、こんな具合です、こんな具合、ね、この問題文中のどこが誤りなのかな、それをしっかりと右の解説読みながらね、これを抽出する、えぐり出す。これが特に誤りの足に取り組む時の非常に大事なポイントになってきます。いいですね。で、あとね、最後、またもう一点あるんですよ。もう一点。最後、このテキスト。このテキストっていうのはね、これ合格基礎テキストを指してます。で、P6。P6 って書いてあれば6ページに載ってますから、ね、これ6ページを開けてほしいんですよ。でそうしますと合格基礎テキスト6ページですね、こちらちょっと開けますよ、またまたいきなりピンクピンクですけどね、ここに用途地域がずらずらーと上がってますよね。ここで確認をしてほしいんですよ。あ、確かに13種類上がってるな、そういうこと。よしですね、こんな形で。ですから最後合格基礎テキストにフィードバックする、戻る、ここまでやってください。ここまでやって初めて足別中の1個の問題の足を検討したってことになりますから、いいですね。単に問題読んで解説読んで、あ、ここね誤りとかね、でそれで終わりじゃなくて、最後は必ず合格基礎テキストに立ち返ってください。で本当に重要なね基本的な知識であればほとんどこの講座内で私が取り上げますから、もうすでに皆さんの合格基礎テキスト中にはその印がついてるはずです。いいですね。ただたまにねこの講座内で触れてないちょっと細かい知識もありますから、そういうのは皆さんご自分で適宜ね書き込んでいってほしいんですよ。もちろんさっき言いましたように全くテキストに載ってないやつはもう解説だけ読んで詰め込んで終わりにしちゃっても構いません。とにかく基本的にはね必ず合格基礎テキストに立ち返ってね、印がついてなければ印をつけるってことまでやってくださいですね。そうするとどんなメリットがあるかというと、過去問の重要な知識全部合格基礎テキスト中に集約できるってこと、これが大事なんですよ。大事なので、勉強ってね特に国家試験にあってはね、いくつもの教材 ねこれ読むってのは効率悪いです、ね、情報は一つのツールに集約するっていうのが国家試験の勉強の鉄則なんですよ。鉄則、あれも読んでこれも読んで、じゃいつまでたっても頭の中整理できないでしょ、知識も定着しませんよ。だから一つの教材、一つのツールの中に必要な情報を全部集約するの。そしたらどうなります、ね、皆さんの中でお仕事をお持ちの方少なくないと思う、ね、とにかく鑑定士受験生の方って有職者の方が多いんで、ね、そうやって合格基礎テキスト中にねもう大事な重要な知識全部集約すれば、あと合格基礎テキスト一冊だけ持ってね、仕事の行き帰りの電車の中とかバスの中めくって知識の確認ができるじゃないですか、ね、暗記だってできるじゃないですか、そういうことですね。非常に勉強が効率的にできるようになりますからですね。だからとにかく最終的には基本的な知識は全部合格基礎テキストに集約する、あとは合格基礎テキストを時間が、ね、ある時にパラパラパラとめくっていけば、たとえお仕事をしても、ね、十分行政法規の重要な知識は頭の中に入れられますから、よしですね、こういう形でやってみてください。であとねこの足別についてまたさらに申し上げておきますと、
そうですね、一応回す回数、これもよくね聞かれるんですよ、皆さんからね。一応ね3回は回してほしい。もちろん星1個はやらなくていいですよ。さっき申しましたように星3つと2つ、これはね一応全部3回転はさせてほしい、ね、これどうしてかっていうとね、やっぱ私ちょこちょこね受講生の皆さんにこういろいろいろんな機会にヒアリングするんですけど、やっぱりね皆さんが幾度におっしゃるのがね、先生やっぱりこれ足別1回2回じゃちょっと厳しいですねっておっしゃるんですよ。3回くらい回してやっと知識が頭の中に残る感じですねとおっしゃる、ね、そういうのがやっぱ根拠になってます。ですから一応ね、一応ですよ、目安としては3回転、ね、担当本試験までぜひねちょっと意識してやってみてください。でちなみにね、まあ、ちょっとこれは軽く聞いていただければいいと思うんですけど、あのうちから毎年ね、あの担当で、ね、あの高得点取って受かっていかれる方たちは大体足別をね行政法規ですよ5回転ぐらいさせてるんですよ。5回転ぐらい。ただね皆さんの場合速習ってことでね、やっぱりどうしてもね本試験まであの勉強期間短くなっちゃいますんでね、ですから一応、まあ、3回転ね、一応これを目安にしてみてください。もちろん皆さんの中にはね1回転で受かっちゃう方も当然いらっしゃると思います。ただ一応ね、一応まあ3回転ぐらいが一番オーソドックスかなと思いますですね。こんな形でぜひね、で最終的にはねこの足別の勉強が皆さんの行政法規の勉強の柱になります、ね、言い換えるとこれから皆さんにねご説明するこのね合格基礎講座の講義で、さらには合格基礎テキストの中身も全部結局はこの足別を理解するための手段でしかないんですよ。手段、ね、いきなり足別やったって分かんないでしょ。だからこの講義を聞いていただく、またさらには合格基礎テキストを読んでいただく、そういうことね、だから共に手段でしかない、目的は足別です。足別、この星3つと2つをしっかり攻略するってことよしですね。これはぜひね意識してみてください。一応以上です ね。この後ねこの教材ねしっかりと皆さんにね、特に合格基礎テキストですね、これしっかりご説明してきますので、こちらねとにかくしっかりとマークしてね、でどん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 覚えていくようになさってください。よろしいでしょうかね。であとですね、ちょっとね私の方であの担当本試験ですね、担当本試験のデータについてねちょっとまとめてきましたので、ちょっとこちらの方をご覧ください。よいしょ。でこのテキストですね、ちょっとめくってください。で端書きですけど、ちょっと私この下にねよいしょ、ご覧のちょっとね数字をもうちょっと今日がいいかな、よいしょ、まとめてきました。こちらですね、これ最近4年間です。令和元年から今年令和4年2022年までの担当本試験のデータです。データね、もちろんこれ国土交通省のホームページから引っ張ってきました、ね、出典は国土交通省です。でまず一番上が行政法規、その下が鑑定料で、その年の合格点、その年の合格率、これをねご覧のような形でまとめました。でもうすでにねあの国交省のホームページでねもう確認したいという方は皆さんの中にかなりいらっしゃるかと思いますけど、ちょっと改めてねここでね大事なちょっと点をねあの確認しておきたいと思います。でまず行政法規令和元年ご覧ください。平均点が 54.1、 ちょっと低いでしょ。で理論が68、ね、従いましてもう令和元年の時点で行政法規が難しい、それに対して鑑定理論が優しいっていうこの傾向がもうすっかり定着してます。でこの年は7割140点、結構高かったです。高かったね、こちらで合格率は 32.4 ってことで、だいたいまあ3人に1人、これはもう例年通りだったんですね。で令和2年見てください、これ行政法規は下がるんですよ。ただでさえ前年低いのにさらに 52.3 まで下がった。で理論もこの年は若干下がりました、 65.6、ね、でそれに伴って合格点も下がった、 132.5。 あのちなみにこれね行政法規も理論も1問が 2.5 点ですからね、こういう波数になるんですね。で合格率上がったね、これですね。で令和3年見てください、行政法規ちょっとね優しくなった、54.3。 さすがに国交省もまずいと思ったんでしょうね、行政法ここまで来ちゃうとちょっとまずいな。で令和3年ちょっと優しくなって 54.3 で理論もまた優しくなって 69.6 で合格点がね2年前の令和元年に戻って140点になった。で合格率が上がったね、これ国交省がね上げてくれた。
で、問題今年です。令和4年、2022年、行政法規がご覧ください。ね、もう跳ね上がって優しくなった。平均点上がりました。いいですね。これ、さっき言いましたように1問 2.5 点ですから、これ3問分ですね。3問分 7.5 点。優しくなった。3問分優しくなった。令和4年。で、理論もこれ1問分 2.5 点上がった。その結果合格点が、ね、前年の140から4問分の110に上がった。そういうこと。150はね、さすがに高いですね。これね、ちょっと近年なかったです、こんな点数は。いいですね、令和4年、ね、で合格率は ところが前年と同じなんですよ。だからもう大体合格率はもうほぼほぼこれでいくんでしょうね、今後もね。特にまあ36、ここね、直近2年間 36.3 ってことなんで、令和5年、皆さんが受験なさる令和5年、2023年もおそらく同じぐらいの合格率で。注意してほしいのはここですね。150ね、これやっぱりね、もうこれからはもう令和4年ね、一旦この150っていう非常に高いね合格点になった以上ね、また続いてね150になる可能性十分ありますから。ですからぜひね、これ皆さんこれからね担当を勉強するにあたってはね、150ね、行政法規と理論合わせて150っていうのは意識なさってください。で、一応内訳としてはね、行政法規が一応70点7割で、理論が8割と思ってくださいですね。行政法規だから、その意味では行政法規何としても7割は死守したいんですよ。また死守しなくてはいけない。で、理論の8割は取れますからね。理論はもう平均点高いんで、もううちの受講生さんでも9割以上取る人全然珍しくないんですよ、ね、だから理論は取れる、ね、で行政法規ですよ、行政法規、ね、とにかく7割は死守したいと思ってますんで、ぜひこの、ね、この点を意識して今後勉強を進めていってください。いいですね。でね、こういうふうに言うとね、じゃあ行政法規片っ端から覚えればいいんですねというふうにおっしゃる方がいます。違います、そうじゃない。やっぱり重要な知識から抑えるってことなんですよ。でね、ちょっと図を描きますけども、こちらね、よいしょ、こちらね、ちょっとこれ端書きせっかくなんでね、ちょっとここ使いますけども、これよく私がね書く図なんですよ。これピラミッドで、一番上が A、 その次が B、 一番下が C ね。これ行政法規の知識の総体と思ってください。 A が一番重要、 B が二番目に重要、 C が一番重要度が低いと思ってください。いいですね。で、じゃあどっから手をつけるか、どっから勉強するかね。独学者に多いね、一人でね、予備校とか使わないで一人で勉強する方に多いのがこれなんですよ。これ要するにテキストを1ページ目からベターっと読んでいく、問題集を、過去問集を1問目からベターっとね同じように解いていく、こういうやり方。これは無駄が多いです、無駄が多いね。これご覧になってお分かりの通り、もう余計なっていうかね、一番重要度の低い C、 これいっぱいやっちゃうじゃないですかね。で、肝心の A ランクがなかなかいかないね。で、大体こういうやり方ってね、大体半分まで来たところで時間切れで本試験に突入で玉砕という、大体そういうパターンです。これが独学者に多いですね。これはダメです、ダメですね。重要度意識してないから。じゃあどうするか、ここですよ、上からやるんですよ。一番大事なところからやっていくので、大体 B ランクの中間ぐらいまで来れば大抵の国家試験受かります、受かる。なんで、だって重要なところ全部潰してるからですよ。いいですね。これはぜひしっかりイメージしてみてね。さっきも言いましたけどね、行政法規7割取らなきゃいけないっていうふうに聞くと、とにかく片っ端から覚えなきゃ覚えなきゃって勉強を走る方結構いらっしゃいますけど、これはダメですよっていうこと。よしですね、これはぜひ気をつけてください。でね、あと例えばですけども、皆さんね、勉強していただく法律ですね、ちょっとね、目次ちょっと見ていただきたいのが、法人税法っていうのがあるんですよ。これ目次ちょっと見てみてくださいね。6ページですね、60ページ見てもらうと、26番に法人税法っていう法律がありますね。他にも税法あるんですけどね。で、ちなみにこの法人税法なんですけど、出るところが決まってるんですよ。これまたね、それぞれの箇所でね、またお話をいたしますけど、これね50条からしか出ないんですよ。法人税法で条文いっぱいあるんですよ。
いっぱいあるけど50条からしか出ない、ね、したがってちょっとこれも図で書いておきますと、ね、まあ、これ例えば法人税法と、当然法人税ですねに関する法律ですけど、法人税法っていう法律があるけども、よいしょ、50条からしか出ないんですよ。他出ないんですよ。だから当然ここだけやればいいよってこと、他やりません、やっちゃダメなんですよ逆にと、ね、この50条こそがまさにこのね、ちょっともう消しちゃいましたけど、このピラミッドでいうとこの A なんですよ。これがこの50条だよってことで、いいですね。こういう形でやっていくんですよ行政法規は。また逆に言うと、こういう形でしっかりメリハリをつけて、まず大事なところから潰す、で時間があればそれ以外のところにちょっと手を、ね、広げるって形でやらないと収集が絶対つきません。いいですね。ですから私もこの講座の中でね、講座の中でもう徹頭徹尾メリハリをつけます。ここを押さえてね、ここは切っていいよ、ここはやってね、ここは飛ばすから ね、そういう形でメリハリつけます。ですからこの後ねお話しますけど、もう完全に手をつけない法律もいくつも出てきます。逆にやるべき法律で、また取れる法律で取るんですよ。そういう形でメリハリつけますから、ぜひその辺も皆さんしっかり印をつけてね、その講義しっかり聞いて実践していってください。いいですね。メリハリが大事、メリハリが大事、よろしいですね。一応こんなところですね、いろいろお話をしてきましたけど、あとそれからね、ちょっとこれも最後触れておきますね。よいしょ。この合格率です。合格率ね、徐々にこう上がってきてね、昨年と今年ね、今年というのは令和4年ね、2022年 36.3% ってことでかなり高いんですけども、これご覧になるとね、なんと宅建よりも随分ね合格率いいね、ね、優しいねというふうにおっしゃる方いますけど、まあ一見においてはそれは確かにね、数字だけ見るとそれは言えますね。宅建の場合だいたい 15% から 17% ぐらいが合格率になってるんで、その倍ぐらいあるね。これでもっと言うとね、これ一応だいたい3人に1人ね受かるような計算ですけども、もっと言うと私の中ではね、私の中ではこの担当ですね、鑑定士の担当式試験なんですけども、2人に1人ですよ、実質的な倍率は。2倍ですよ、2倍。一応数字の上ではね、だいたい3人に1人ですけど、私の中ではね、イメージとしては2人に1人が受かっていく試験ですね、実際は。どういうことかというとね、やっぱり有職者の方が多いんですよ、受験生って。だからなかなか勉強時間確保できなくて、結局過去問もしっかり潰せないで本試験に入っちゃうね、本試験に突入しちゃうという人が少なくないんですよ。 ですから逆に言うと、そういう方も初めからもう競争相手じゃないんですよ、全然勉強できてないから、ね、だけどじゃあ残り半分はどうかというと、残りの半分は結構競争が熾烈です。だから結局数字から言えばね、上位 36% 以内に入れば受かるわけだけど、上位 50% 以上、要するに2人に1人以上のこのね、最後の 50% 以内の競争はかなり激しいっていう認識持っておいてくださいですね。本当最後は1問 2.5 点ね、これで合否は分かれてきますから、ものすごい並ぶんですよ、合格ラインで。これは知っておいてください。よしですね、ね、じゃあ一応こんなとこです。随分ねいろいろ話をしましたけど、じゃあこの後ですね、いよいよね、あのテキストの中身入ってきます。また私どんどんね、あのかなりのスピードで喋ってきますからね、さっきも冒頭で申しましたけど、ちょっと聞き逃したかなと思ったらね、めんどくさがらずにちょっと前の方戻ってまた聞き直してみてください。いいですね。でとにかく形に残していってください。私この後どんどん喋っていきますから、とにかく合格基礎テキスト中にね、どん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 書き込みとかしていっていいですね。必ず形に残してくださいね。絶対にね、あの聞きっぱとか読みっぱ、ね、聞きっぱなし読みっぱなしって絶対ダメですよ。形に残すっていうのも、これもやっぱりね、勉強のセオリーですから。よろしいですね。じゃあ中身入っていきます。こちらね。で、改めて合格基礎テキストですけども、さっきちょっと目次ですね、ご覧いただいたんですけど、目次の次ですね、ちょっとこちらを開けてみてください。よいしょ。こちらですね、8ページですね、こちら。ね、で、ここに、出題法令英文編って上がってます。よろしいですね。まずこちらからちょっとね、ご説明をしてまいります。こちら。よろしいでしょうか。ね、で、この向かって左側のページが英文編。で、向かって右側のこちらですね、
こちらのページが B 群編になってます。ですね。で、もうこれね、ご覧になるとお気づきになろうかなと思いますけど、一番上のこの数字ですね、これがね、出題年度です。過去10年間の出題年度ですね。で、毎年出る、ね、法律、ね、全部丸でしょ。丸は出題されたってことで、ね、毎年出る法律を A 群編って呼んでます。で、それに対して、年によって出たり出なかったりする法律、ね、これ虫食いになってるでしょ。ね、これ空欄は出題なしです。空欄は出題なし。ね、こういうのB 群って呼んでます。 B 群編、年によって出たり出なかったりする法律です。よろしいですね。そうすると当然ですけど、毎年出る A 群ね、こちらからまず手をつけるってこと、よろしいですね。でさらにはここね、この法律名の横に私数字ね、この縦にちょっといくつか書き込みましたけど、これ出題問題数です。出題問題数、都市計画法が5問、建築基準法も5問出てます。するとこの時計と検機、ね、略して時計と検機って言い方しますけど、この時計と検機の2つの法律で10問、ね、ちなみに行政法規は40問出ますけど、40問中の10問、すなわち4分の1がたったこの2つの法律から出ているっていうことですね。だからもう本当にこの2つは柱になってきます。非常に大事な法律だよ、そういうこと。でちょっと続けますと、今度その下、建築基準法のすぐ下が土地画成法、これが2問で、都市再開発法、これも2問です。で、これね、ちなみにこの都市画成法と都市再開発法ですね、ね、これ基本的にはそれぞれ2問ずつ出るっていう認識で言ってほしいんですけど、最近ですね、あのどちらかが、ね、一方が1問で、他方が2問っていう年もあったんですよ。都市画成法が1問、都市再開発法が2問。またある年は都市再開発法が1問で、都市画成法が2問っていうね、年もあったんですけど、でもね、令和4年、令和4年はまた2問2問で戻りましたんで、従いまして、令和5年もね、それぞれ2問ずつ出るという認識でいてください。で、さらにその下、今度不動産の鑑定評価に関する法律、これは例年2問です。例年2問。これはね、鑑定士、皆さんね、鑑定士と鑑定業者を縛る法律ですね。あの宅建でいうとこの宅建業法と似たの、あの法律です。ね、これですね。これ2問出ます。で、下降りていきますよ。で、これちょっとバツつけておいてください。一番下の不動産登記法と下から2段目の土地収用法、これは基本的に手をつけなくていいです。バッテンバッテンってこと、ね、この不動産登記法、皆さんの中でね、宅建とか他の国家試験で勉強された方もいらっしゃると思うんですけど、その勉強した知識は当然ね、そのままあの覚えておいてください。ただ改めて行政法規の不動産登記法の知識をね、あの仕入れる必要はないですよ、そういうことです。そういうこと、細かいんですよ、細かいの。この行政法規の不動産登記法は宅建とかのね、そういうレベルじゃないんですよ、細かい。だからね、今まで勉強した方はもちろんその知識忘れる必要はないですよ、そのままね、その知識はあの取っておいていただきたいんですけど、別途改めてあの行政法規の不登法の知識をね、あの勉強する必要はありませんってことね。こちらで、あと下から2段目の土地収用法、これもそうですね。これもね、範囲が広いんですよ、範囲が広い。やっぱり費用対効果を考えると不動産登記法と同じくね、この2つは手をつけなくていいですよ、そういう位置づけです。いいですね。で、今度右のページいきます。こちらが B 群ですね。年によって出たり出なかったりする法律です。で、ちょっとこれね、令和4年最新のね、このデータですね、こちらもね、あのちょっと手書きでね、これってお示ししてますんで、ちょっとメモする方はメモしておいてください。こちらね、令和4年で、これ都市緑地法がね、令和4年出ました、ね、実を言うとね、この B 群ですけど、ちょっと変わったね、被災傾向っていうのがあって、この上2つですね、都市緑地法と景観法はね、どちらか一方がね、こうやってあの出る傾向なんですね。ただ最近ね、ちょっと令和2年と令和3年ね、これはちょっと同時に出たんですけど、また令和4年は従来に戻ってね、令和4年は都市緑地法が出て、景観法はお休みでした。当然令和5年もまたね、どちらか一方っていう形でね、通常通りね、例年通りね、出る可能性がありますんで、ね、一応どちらが出てもね、大丈夫ね、しっかりこれは準備しておきますですね。で、あと 下降りてって、あとこの品格法ですね。これ宅建でもね、皆さんの中で宅建やった方はね、あの宅建業法の時ね、品格法っていう言葉はね、あの目にされたかなと思いますけど、これ出ますんで、こんな形で、ね、で、あとね、ちょっとまた下降りていきますけども、この道路法と河川法等ですね、これもね、さっき上でご覧いただいた都市緑地法と景観法と同じで、どちらか一方が出ると他方がお休みで、他方が出ると一方がお休みなんですよ。さっきの都市緑地法、
こんな感じだったでしょ。で、道路法と河川法もそうなんですよ、ね、河川法が出ると道路法がお休みで、道路法が出ると河川法お休み。ちなみに令和4年は道路法が出ました、ね、こちらこんな形で。で、あとね、その下の自然公園法と自然環境保全法、これも同じなんですよ。やっぱりどちらか一方が出ると他方がお休み、そういう形です。ちなみに令和4年は自然公園法の方が出ました、ね、で、あとその下、相続税法、これ毎年出てます。一応ね、またね、その時お話しますけど、相続税法はね、一応国交省の分類では B 群に入るんですけど、毎年出るんですよ。ですからこの相続税法は毎年出る、ね、一応 A 群ってイメージで勉強していきます。で、あと下4つ、これやっぱり×です。基本的に飛ばしていいです。あの、いわゆる不動産証券化関連法令って呼んでるんですけど、やっぱりこれもね、費用対効果ですね、まあ、専門性が高いってことと、ね、結構細かい、ね、そういうのを考えると基本的に手をつけなくていいですよ、そういうこと。で、もちろん出るんですよ、こんな形で出てますけど、ただやっぱり費用対効果、これを考えて、ね、試験の段階ではとりあえずこれはね、手はつけなくていいです。もちろん受かった後はね、勉強してください。これ皆さんが鑑定士おなりになった時にね、やっぱりこれかなり役立つ、また場合によっては必要になる法律ですから、いいですね。で、あとこの、この不動産証券化関連法令ですね、こちらについてね、とにかくもうこの全部4つですよ、これね、×ってことで。そうするとね、これ×が左の A 群の方と合わせると3つね、土地収用法、不動産登記法、そして右のページの不動産証券化関連法令ってことでですね、こちらの×だから、私この3つの×ね、やんなくていいよ、私これ裏三兄弟って呼んでます。裏三兄弟、手つけなくていいよ、ね、こちら。もちろんね、あの、皆さんの中でお仕事等の関係でね、もうすでに予備知識持ってるよって方は、それは大事にしてください。大事にしてくださいですね。ただやっぱりさっきね、左のページの不動産登記法でもお話ししましたようにね、あと改めて行政法規のね、あの、知識を仕入れる必要まではありませんよってこと、ね、特に速修の方であればね、勉強、あの、時間どうしても短くなっちゃいますからね、その辺ぜひね、しっかり意識なさってくださいですね。とにかく今は受かるのが先決ですからですね。とにかくだから、この不動産証券化関連法令も抜点というふうにしております。こんな形です。いかがでしょうね。結構面白い、あの、出題パターンですね、このね、 A 群と B 群に分かれて、 A 群の中でも複数出るやつがある、B 群の中でもね、一方が出ると他方がお休みっていうのもあると、ね、結構面白いパターンですね。でもとにかくさっきも言いましたけど、やっぱり A 群ですよ。 A 群をしっかり固める、ね、その中でも都市計画法と建築基準法、これそれぞれ5問ずつ出ますからですね、しっかり固める、そういうふうになります。でね、また後でもお話ししますけども、この最初のね、法律ですね、ちょっとね、目次ちょっと見ていただきたいんですけども、よいしょ、目次ですね、3ページです。こちら目次ね。で、これこのテキストの順番ですね。これ最初が都市計画法をやります。で、次が建築基準法ね。今申しましたように、それぞれ5問ずつ出ますから、当然時間かけますよ。時間かける。で、あと3番目の都市格整理法、4番目の都市再開発法、そして5番目のマンションの建て替え等の円滑化に関する法律ね。この5番目のこれですよ。さっき申し上げた今年度。ね、大幅な改正があって、改正対応冊子を使ってご説明しますよって申し上げた、それがこの5番目の、ね、マンションの建て替え等の円滑化に関する法律、略して円滑化法って呼んでますけど、とにかくね、この1番目の都市計画法から5番目の円滑化法までが、大体例年ですね、例年ですけども、この行政法規の、ね、講義の半分ちょっとを使います。時間です、時間、半分ちょっと時間かけて講義いたします。それぐらい重要だし、また内容もかなりボリュームがあるんですよ、ね、逆に言うとちょっとこうね、撫でたような勉強では得点できません。ある程度踏み込んで、しっかりと体系を意識して知識を詰め込まないと解けないような問題が出るのが、この最初の5つの法律なんですよ。で、とりわけ何回もね、申し上げて恐縮ですけども、この5番目のこの円滑化法ですね、これはね、今回大幅な改正があって、当然ここは時間かけますからね、従いまして、この速修講座にありましてもね、全9回のうちの5回目ぐらいまで、ね、この5番目まで、ね、1番目から5番目まで、ここまでだいたい時間をかけるというふうに思っておいてください。ただね、この円滑化法までやればね、その次の都市緑地法以降ですね、そんなにね、時間のかかる法律はあんまりありませんので、もう改めて踏み込んでしっかりやんなきゃいけない法律ほとんどないんですよ。
ですからどん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 ペースを上げられますから心配いりません。全然いらない。いいですね。その代わり最初のこの5つ、ね、都市計画法から円滑化法までの5つはぜひしっかりと腰を据えて皆さんの方に置かれましてもね、講義はお聞きになってください。また今後ねしっかりと取り組んでいってほしいんですよ、ね、これはお願いします、ね、でちょっとここで一息入れます。はい、それでは第2ユニットに参ります。ではですね、改めてこちらテキストですね、よいしょ、今度 B 群編の裏めくってみてください。よいしょ、こちらですね、参考資料の1ですね、こちらご覧ください。こちらですね、これちょっとね触れておきますよ、これぐらいが見やすいかな。で、参考資料の1ですね、行政法規で頻繁に出てくる言葉のイメージ、これが大事なんですよ、大事なので、行政法規ですね、行政法規にあってはね、とにかくこの後出てくる知識膨大です、膨大で、一個一個の知識をねガチガチにね覚えようとするのは大変なんでね、イメージこれを使ってくださいね、また使っていきますから、とにかくこの制度はね結局イメージで言うとこういうことなんですよって形で覚えた方が頭に残りますからね、硬い言葉ね、難しい言葉でね頭入れたってすぐ忘れちゃいますから、このイメージが大事ですね。とにかく行政法規勉強するときはこのイメージを多用しますからですね、これで OK です。 OK、 いきますよ。でまずね、広告、これもねこの後本当にもう数え切れないくらいね、いろんな法律でこの言葉顔を出します。で、広告ってどんな意味かなっていうと、官報、これ皆さんご存知ですね、官報って政府の出す新聞ですね、これね。で、あと新聞、これ一般紙です。あと広報っていうのがあるんですね、これはね地方公共団体が官報に準じて発行するもの、これをね広報って言ってます。あと最近はねこれホームページです、インターネットのホームページです ね、いろんな地方公共団体ですね、地方公共団体ね、大抵もう今ホームページ持ってますから、そこに載っける、掲載する、でこれもやっぱり広告ですね、広告。あと最後、市町村役場の掲示板への掲示ね、これが、まあ、ある意味一番古典的な広告の方法ですね、方法ね。とにかくねこれ全部に共通するイメージっていうのが、とにかく国民ですね、広く国民にね知らしめるね、まあ、発表する、そんなイメージでしょね。でそんなイメージでこの広告っていうのを覚えておいてください、よしですね。で次で今度ね2番目が縦覧です。縦覧とは観光庁役所ねなどが広く情報を住民に見せる、ね、役所の方から住民に見せる、でこういう場合を縦覧って言います。でその逆が閲覧です。閲覧とは利害関係者、住民の側から観光庁役所などに請求をして情報を見せてくれと、ね、言ってみる場合、ね、これが閲覧だよということで、で今私が読んだこの2行はね、これ一般的な意味ですね、一般的な意味における縦覧と閲覧の意味なんですよ。でそれとは別にね、ちょっと下の米印ですけど、ね、こちらはねまたね後ろで最後にやりますけど、地方税法ですね、地方税法、こちらね、ここで出てくる縦覧と閲覧、これはね上の今の、ね、ご覧いただいた一般的な意味におけるねこの縦覧閲覧とは意味が違うんですよ、違う。でこれはまた後でご覧になっておけばいいです。地方税法の時にでもね見ておいてください、ね、あ一般的に意味と違うなっていうのがすごい分かりになりますから。要するにね法律って同じ言葉であっても法律によって意味内容が変わる場合っていうのは結構あるんですよ、ある。まさに一つがこれですね、この縦覧と閲覧、地方税法の場合意味が変わってきますから、また他の場合もあるんですよ、またこれ講義の中でやりますから、ね、ともかく同じ言葉であっても法律によって意味が変わる場合があるっていうのはちょっと頭の片隅に留めておいてください、いいですね。で次続きますよ。で今度3番目ですね、丸3、これ覚えちゃってくださいね、許可、認可、承認、届出って、これ4つなんですけど、許可が一番厳しい、これ米印ねですね、これ絶対今もうたった今覚えてほしいですね、そんな勢いです、それぐらいのレベルです、いいですね。許可、これ一番規制が厳しいんですよ。で括弧に括弧3、これは中間、認可と承認がまあ中間っていうイメージですね。で括弧4、届け出、これが一番緩いね、これ届け出っていうのは監督官庁への通知ってことでね、まあ簡単に言うと婚姻届けみたいなのをイメージしてみてください。婚姻届け、あれただ届け出るだけでしょね、そんなイメージで、で一応これ4つね、これ、ま、やっぱりね頻繁に顔出すんですよ。
特に圧倒的に顔を出すのがこの許可と届け出ですね。許可と届け出、これがとにかく顔を出す。でとにかくね、許可っていうのはさっきも言いましたけど、規制が一番厳しいですね。で原則禁止です。原則やっちゃダメで、これを例外的に解くのを許可って呼んでます。法律上許可って呼んでます。いいですね。原則禁止、ね、他違うんですよ。認可と承認見てください。共に原則 OK です。ただお墨付き、ね、が必要で、そのお墨付きが認可であり承認なんですよ、ね、原則共にやっていいよ、ね、ただ、ね、お墨付きとして認可と承認がいるよ、ね、そんなイメージです。これが2番と3番で、4番はさっき言ったように1番、ね、これが規制が緩い。ただとにかく、ね、この届け出っていう手続きさえ踏めばいいよ、そんなレベルですから、ね、それに対して許可違う。原則やっちゃダメだよ。これを例外的に解くの許可って言います。一応ここに載っけましたけど、例として車の免許、あと医師免許なんかが一番まあ代表的なものですね。一応これ免許ね、こちらも免許って言ってますけど、法律上は許可なんですよ。法律上は許可ね。車もね、これ例えば車の免許持ってない人は運転してダメでしょ。だから原則やっちゃダメね、運転してダメだよ。で例外的に運転していいよね、この原則禁止を解くから、やっぱりこの免許は許可。医師免許もそうですね。医師免許持ってない人は治療行為やっちゃダメでしょ、ね、だから原則禁止ね、で例外的にやっていいよ、ね、だからやっぱりこの医師免許も許可ってことですね。であとね、この認可と承認の違いを踏み込まなくていいです、ね、共に原則 OK だよ。ただそれについてのお墨付きはね、これ認可であり承認だよ、ね、お墨付きが必要なんだよ、そんなイメージで見とけばいいです。一応厳密に言うとね、法律行為に対する同意が認可、事実行為に対する同意が承認というふうに一応ね、あの専門書なんか見ると載ってるんだけども、この法律行為とか事実行為ってこれ民法をやらないとピンとこないんですよ。またこんなの知らなくてもね、行政法規の問題を覚え、あの解けますからね。だからね、あんまりここまでは踏み込まなくてもいいですね。一応こんなところで、とにかくね、許可が一番厳しい、原則禁止ね、で届け出が一番緩いね、これだけちょっとね、たった今、もうたった今覚えていただきたい、そんなレベルです。で次、今度丸4が勧告です。勧告と命令ですね。勧告と命令で、これもね、もうできればたった今覚えてほしい、それぐらいの勢いですね。で勧告っていうのはこれ法的強制力ありません。したがって違反しても罰則がないんですよ。罰則の適用がない。それに対して命令は法的強制力がある。したがって違反すると罰則の適用があるよってことで、大きな違いでしょ。罰則ですよ。罰金とかね、こういうの浮きちゃうんですよ、ね、で勧告っていうのはなんとなく言葉がそんなにね、あのこうそんなに厳しいってイメージないでしょ。命令はこれ言葉自体がもう命令ですからね、なんか従わなきゃいけないんだろうな、そんなイメージですよね。でそれで覚えてみてくださいね。これ結構使えます、この知識。勧告は法的強制力なし、罰則なしね、したがってまあ強い要望ってイメージでね、これ覚えておいてください。それに対して勧告は法的強制力があるね、違反したら罰則があるよってことで、もう全然違いますね。天と地ですよね。例えば避難勧告、避難勧告って場合はこっちですね。ね、勧告だから違反しても罰則ないよ。それに対して避難命令、避難命令、ね、こちら法的強制力があるよ、罰則あるよ、こんなイメージですね。で最後ね、これ5番ですけど、これは覚えても一回目通しておかれればいいですね。この政令指定都市とか中核市とか、これ具体的なね、あの市はね、あのインターネットなんかで見るといろんな出てくるんですよ、ね、あの千葉市とか横浜市とかいっぱい出てきますけど、そんなのはあの覚えなくていいですよ。あの試験で問われませんから。ただ政令指定都市って言った場合、人口50万以上で、一応ここに書きましたけど、都道府県から広範囲な事務委譲を受けるってことで、要するに権限が都道府県レベルなんですよ。だから例えば横浜市っていうのがまさにこの政令指定都市の一つですけど、横浜市っていうのは神奈川県といわば法律的には同格ってこと、それぐらいの権限を持ってるってことです、ね。まあ、とにかくね、人口50万以上、ね、人が多いんだなってイメージ、これはねちょっと持っておいてください、ね。あと中核市、人口20万以上、ね、事務以上を受ける範囲は上のね、政令指定都市よりは狭いよってことで、ね、とにかく共に人口が結構多いな、特に政令指定都市50万以上、ね、結構人口が多いな、当然権限がこれ大きくなる、ね、このイメージはちょっとね頭に入れておいてください。であと今度右のページですね、こちらもちょっと見ておきますよ。こちらが参考資料の2ですね。参考資料の2になります。でこれね、都市革生法、都市再開発法、
マンションの建て替え等の円滑化に関する法律ってことで、一応三法ね、三つの法律がね、これ名前が載ってますけども、これいわゆる手続き法っていうやつです。手続き法、またそれぞれの歌詞でね、詳しくやります。これ手続き法って言います。手続きなんですよ。手続き。土地区画整理法はね、俗に言う区画整理の工事です。区画整理の工事の手続きをね、定めた法律。都市再開発法はね、駅前の再開発です。駅前の再開発のね、この手続きを定めた法律。で、円滑化法、これはね、名前にも出てますけど、マンションです。ね、もうちょっと言うとね、これ分譲マンションです。分譲マンションの建て替え、ね、に関して、この手続きを定めた法律ってこと。ね、またそれぞれの歌詞で詳しくあります。で、手続き法ってことで、この手続きの流れが大事なんですよ。ね、またその時お話しますけど、ちょっとイメージだけ持っておいてください。三法とも手続き法。だから、手続きの流れが大事だな。ね、したがって、これ、やっぱり時間がかかります。特にこの円滑化法は ね今回まあ冒頭から何回も申し上げてますけど、あの2022年度令和4年度、ね、あの改正がありましたんで、大幅な改正、ね、だから非常にこれボリューム増えてますんで、ね、そんな法律で、でただでさえこれ手続き法ってことでボリュームあるのに、さらに今年度ね、2022年令和4年ね、あのまたさらに改正によってボリューム増えてますんで、結構これ、ね、内容があの豊富になってます。でとにかく手続き法ってことで、これね、もう本当にね、これやっぱり撫でるだけの勉強じゃダメなんですよ。手続きをしっかりとこの流れを頭に入れた上で、それぞれの知識を頭に流し込んでいくっていう方法を取らなきゃいけないんで。だからちょっと戻りますよ。目次です。目次の一番最初、こちらね、見てください。都市計画法、建築基準法の次です。こっからが今ご覧いただいたこれ手続き法でしょ。土地区画整理法、都市再開発法、円滑化法、ね、私この3つをね、手続き三兄弟って呼んでます。手続き三兄弟、これも勝手、私は勝手につけたネーミングですけどね。だから今言ったように、これ手続き法ってことで、この流れがね、大事で、これ頭入れなきゃいけない。だから時間かかるんですよ。さっき言いましたね、この5番目までは時間かかるよって申し上げたね、そのゆえんです。よろしいですね。とにかくね、都市計画法、建築基準法、5問ずつ出る。あと3番、4番、5番、手続き3兄弟、手続き流れしっかり押さえて、ね、それに関連する知識をしっかり、ね、頭に流し込んでいかなきゃいけない。だから時間かかるんだな、そういうことですね。戻りますよ。で、あとね、この参考資料の2ですけどね、これ下がやっぱり上の手続き3兄弟の組合施工、ね、またこれもそれぞれその時やりますけども、それぞれね、組合を作って工事を進めていくんですよ。こういうやり方があります。やり方、こういうのを組合施工って言うんですけど、それを比較した表です。で、最終的にはね、私がこの四角で囲ったところ、これ埋められるぐらいにしてほしいんですよ。埋められるぐらい。これが空欄になってても埋められるぐらいにしてほしい。ね、またその時やりますから。いいですね。とにかく手続き三兄弟。ね、これは非常に大事だよということで。いいですね。じゃあ、いよいよね、具体的な中身入っていきますよ。ページめくってください。都市計画法ですね。でもう早速ね、ちょっと皆さんにマークしていただきます。この1ページのこれ側中って言います。ここね、ちょっと書きますけど、これ左側ね、今後もこの側中、側中って言い方しますんで、これね、側中って言います。側中ですね。でちょっとね、ページめくってください。2ページです。2ページ、2ページの下ですね、ここに上がる、これをあの脚中って呼んできますから、行政法規ちょっとね、これが本文ね、当然ね、真ん中に載ってるのが本文で、で下に のけてるのが脚注って呼んで、でちょっと前のページを戻りください。でこちら横、左ね、左横、これ側注と呼んできます。結構行政法規ね、構造がね、こんな形でいっぱいね、分かれてますけどね、本文と側注と、あと脚注ね、こんな形で皆さんにね、お示ししてきますんで、じゃあちょっと改めてこちらね、よいしょ、ちょっとマークしてってください。ですね、あの適宜プチッと止めてね、あのパソコンなり DVD プレイヤーね、プチッと止めて一気にガーッとね、印つけちゃってくださいね。ここまでですね。じゃあもう皆さんね、マークしたってことでどんどん喋っていきますからね。じゃあちょっと上戻りください。コメントでまずこれね、
都市計画法、都市計画法です。ですね。当然 A 群で、さっきお話ししましたように5問出ます。5問出るですね。まあ一番重要な法律って言っても過言じゃないですね。ですね。でこの都市計画法なんですけども、ちょっと改めて側中のコメント見てくださいね。都市計画法は計画的な街づくりを目的とする法律だよ。これは覚えちゃってください。覚えちゃってください。ですね。でこの後やっぱりいろんな法律ね勉強していくわけですけど、やっぱ各法律ごとに目的っていうのがあるんですよ。目的がある。逆に言うと目的のない法律ってのはありません。一定の目的があって、その目的を達成するための手段として法律はねこう作られて、いろんなこう条文をこう整備するわけですよ、ね、だから目的のない法律はありません。で法律によってはその目的自体をねストレートに本試験で聞いてくる場合もありますんで、ね、ただ都市計画法に関してはね、この目的自体をストレートにね本試験で聞いてくる問題とほとんどないんで、あまり神経質にならなくてもいいんですけど、ただねやっぱりこの後ね皆さんにこの都市計画法を理解していただく上で、この目的はやっぱりちょっとね頭入れといてほしいんですよ。でざっくりとね、計画的な街づくりってことでね、これ覚えておいてください。でこれ言い換えるとこれです。乱開発を規制するってこと。いいですね。要するにむやみやたらとね病院とか学校とかねそういうのを作らない、公園とか作らないってことですね。これを乱開発の規制って言います。これが結局計画的な街づくりってことね。これは覚えておいてください、ね、この後都市計画法を勉強していくとね、とにかく徹頭徹尾この目的に基づいていろんな規制をかけているのが分かりますから、計画的な街づくりをするためね、乱開発を規制するためにいろんな規制をかけています。その法律が都市計画法、そういうことです。でこれ覚え方としてはね、これ名前見てほしいんですけど、これね、計画的な、これ町でしょ、ね、計画的な都市ってのは町でしょ、だから計画的な町づくりってことで、もう名前見ればこの計画的な町づくりの目的頭入りますね。これで一応頭入れといてください。こんな感じで計画的な、ね、計画的な町づくりですですね。で今度下行きますよ、もうちょっと大きくして。でこの計画的な街づくりのためにまずどうしたらいいか、まず第一段階としてまず場所を決めます、ね、場所が決まんなかったら街づくりなんかね進みませんからね、続きは進まないんで、まず場所を決めるってこと。でこの街づくりの場所を都市計画区域って言います。これ覚えちゃってください。また裏のページで出てきます。今後この言葉がとにかくもう随所に顔を出しますから、都市計画区域ね、ちょっと漢字ね、漢字で書かれてて結構ね硬いイメージあるかもしれませんけどね、この計画的な街づくりの場所ね、そのイメージで頭入れといてくださいですね。で次で今度場所を決めたら、その街づくりのプランを決めます。どんな街づくりにするのかね、純粋な住宅街にするのかね、オフィス街にするのか、それとも工場地帯にするのかね、そういう街づくりのプランを決める。この街づくりのプランを都市計画って言います。都市計画ね、これもこの後ねもう数え切れないくらい顔出しますからね、これもしっかりイメージは押さえておいてください。都市計画ときたら街づくりのプランです。プランですね。これ覚えちゃってくださいね。で次で今度さらに今度3番目ね、この場所を決めね、さらにプランを決めたね、でそれで終わりじゃなくて今度最後3番目、街づくりのプランを決めてもそれに反することをやすやすと認めたんで、やっぱり計画的な街づくりっていう目的は達成できない、ね、それがこの意味がありませんってこと。でそこで街づくりのプランに反することをさせないようにする必要があると、ね、そのための手段が開発行為の制限と、あともう一つが都市計画事業制限って言います。この2つは、ね、また後で、ね、図書に出てきますけど、これも覚えちゃいます。で開発行為、これ皆さんの中でね宅建をやりになった方は分かると思うんだけど、開発行為っていうのはこれ簡単に言うと造成工事なんですよ。造成工事、土地を平らにする工事です。だから開発行為の制限ときたら土地です。土地に関する制限ってこといいですね。であともう一個が都市計画事業制限って言います。これはねなんか専門書とか見ると、ね、よくねこのものづくりって言葉で載ってるんですよ。でこれものづくりってイメージで、ね、ちょっと抑えにくかったらね、道路とか建物を作るってイメージで覚えてみてください。都市計画事業制限っていうのは ね土地の上、土地の上に道路とか、ね、建物を作っていく、そういう工事っていうイメージでちょっととりあえず覚えてみてください。また後で詳しくやりますから。だからとにかくね、
開発行為だったら土地、都市計画事業制限だったら一応ね、まあ、ものづくりってことで、これ二分して頭に入れていきますですね。で、今側中でお話しましたけども、それをまとめているのが実はこの本文のこの図なんですね。ですね。で、これちょっと見ていただきたいのが、まず一番左が縦に、これがね、都市計画区域だよということで、これが今左のコメント欄、側中のコメント欄でご覧いただきました。これ、場所でした。ね、街づくりの場所、都市計画区域だよ。だから一番振りました、番号。いいですね。まずね、場所を決めるってこと。で、今度この右側ですね、これ全部よいしょ、これ2番です。2番というのは何かというと、まちづくりのプラン、すなわち都市計画ってこと。都市計画、これ全部都市計画です。よしですね、こちら。そうするともう皆さんお分かりの通り、最後一番下がこれが3番ですね。これが3番だよということで、ね、これ最後、今側中の一番下でご覧いただきました、ね、この街づくりのプランに反することはさせないための、ね、いわば担保、ね、担保としてこの2つ、ね、制度が設けられている。土地だったら開発行為、ね、ものづくりだったら都市計画事業制限、それがこれですね。ですね、開発行為、何回も言いますけど、これは土地ね、土地で、都市計画事業制限、これはものづくり、ものづくりね、さっきも言いましたけど、ものづくりって言葉ちょっと頭にまだ入れにくかったら、ね、土地の上に道路とか建物を作っていく、そんなイメージで、ね、押さえていってくださいね。一応これが全体像ですですね。とりあえず大きく3つに分かれるよっていうことでね、この後どんどんね中身入っていきますけども、この都市計画法ですけどね、結構範囲があります、結構ボリュームがあります。で、勉強する上で大事なポイントがあってね、今このトップページでご説明したようにね、土地とものづくり、ね、もうちょっと言うとものづくりっていうのは建物と思ってください。建物ね、土地と建物、土地と建物ね、こんなイメージでこれ二分してみていくっていうのが勉強のポイントですですね。だから都市計画法ってこの2つの視点で見ていくと結構整理がついちゃうんですよ。だから今ご覧になってる目の前の知識が、これ土地関係だな、土地だな、土地だなね。で、それに対して、あ、これはものづくり、ね、建物だな、建物、道路とか建物だな、ね、そんなイメージで見ていかれると結構整理できますから。で、逆に言うとこの視点持たないとね、もう結構いろんな知識がもう頭の中もうどんどんなんかね、こんな感じで流れ込んできて収集つかなくなりますから、ね、土地と、まあ、ものづくり、土地とものづくりっていう視点をね、とりあえず持っておかれると整理はつきやすいと思います。いいですね。じゃあ中身どんどん入っていきます。で、改めてテキストですね、よいしょ、こちら今度2ページいきますよ。こちら開けてください。また先にねマークしちゃってください。またプチッと止めてね、一気にマークしちゃってくださいね。もうどんどんいきますからね。で、あと下で一番下ね、ここまでで、脚柱はいいです、さっき言いましたけど。で、側柱ですね、側柱ちょっと上からね、上行きましょう。もうちょっと大きい方が見やすいかな、皆さん。こんな形でね、ですね。で、一番下、ここまでね。で、あと右のページもやっちゃいます。右の3ページですね。まず先にマークしちゃってください。よいしょ、ちょっとちっちゃくします。これぐらいが見やすいかな。またね、手切りプチッと止めてね、どんどんバーッと印つけちゃってくださいね。で、下はいいです、ここですね。で、側柱いきます。よいしょ、ちょっと大きくしますよ。このアンダーラインのところですね、とにかくね、アンダーラインのところね。で、この側柱下を折ります。これで終わりです。ですね。で、一旦ちょっとここで止めますんでね。じゃあ、ちょっと改めて左の2ページお戻りください。よいしょ。こちら。いきますよ。じゃあね。で、帯番号1の1ですね。都市計画区域。ね。こちら。さっき前のページでやりました。計画的な街づくりを行っていく場所でしたですね。皆さん頭残ってますね。で、まず1番ですね、縦1の都市計画区域の指定の括弧1、指定権者、ね、誰が指定するの、都市計画区域です。で、これしっかりと押さえてください。こちらで、都市計画区域は都道府県が指定する、これが原則です。
ですね。で、2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は国土交通大臣が指定する。これ例外です。ですね。こんな形でしっかりとこれ縦分けてね、これ頭入れてってください。これ大事です、大事ですですね。これで特にね、やっぱこの法律ですね、法律勉強するときのやっぱこれポイントにもなってるんですけど、その知識がね原則なのかそれとも例外なのかね、これを意識するのが大事なんですよ。で実際行政法規のね、あの過去問を見てみてもね、原則に関する知識ねを聞く問題もあれば、例外だけを聞く知識問題も結構あるんですよ。だから常にこの目の前の知識が原則なのかそれとも例外なのか、しっかり縦分けて理解して頭に入れておくっていうのが必要になってくるんですよ。でこれ皆さんの中で条文とかね、普段お仕事等でねよくあのご覧になるね機会のある方はね分かると思うんですけど、とにかく基本的にね、あの各条文ごとにね、あのやっぱり原則と例外が規定されてて、あのただしね、最初に文章があって、その後ただしっていう接続詞でつながってるね、あの条文規定してるっていうのが結構あるんですけど、そういうただしっていうのをただし書きって言って、ただし書きは例外なんですよ。でその前の文章を本文って言って、またこれ詳しくは民法でやります、民法でやります。で皆さんの中で普段お仕事等でね条文結構目にされる方はすぐ分かると思うんだけど、だから一個一個の条文ごとに大抵ね最初に本文があって、でその後ただしっていう接続詞でただし書きっていう例外があって、本文が原則、ただし書きは例外って形で、だからもう結構条文見るとね、あこれ原則だな、あこっちただし書きは例外だな、もうすぐ分かるような感じになってるんですよ。ただ条文によってはね、ただし書きがない場合もあります。この後出てきますけど、要するに例外がない場合もあるね。でも基本はだいたい本文で原則で、ただし書きで例外って形で、だいたい原則例外、原則例外って形で大抵の条文規定していることが多いんですね。ちょっと軽く頭あのね片隅に留めておいてください。だから勉強するときも、戻りますよ、はい、でこちらですね。でとにかくね、原則例外ね、これをぜひ意識して、この後ね、あの他の法律も全部そうですから ね見ていくようにしましょう。でとにかくここはね、まず指定権者、原則は都道府県ですね。で例外が国土交通大臣です。でどんな場合が例外かというと、これですね、2以上の都府県の区域にわたる場合です。都市計画区域が、例えば東京と神奈川とか東京と埼玉とか、そんな場合ですね。この場合で、その場合についてはね、都道府県ね、例えば従来であればこれ東京都だけだったのがね、今度埼玉にまでこれねまたがるようになった場合ですよね。その時には東京都だけではね、まあ役不足で、埼玉だけでも役不足、したがってちょっとランクが1個上がる大臣です、大臣、そんなイメージですね。よろしいですね。でこれね、注意してほしいのが都府県です。都府県、したがって北海道は入ってませんからね。要するに北海道と青森の間って海でしょ、したがってその両者にまたがって都市計画区域を指定するってのはありえないってことで、だから都府県になってます。北海道が除外されてるってこと。もう条文見てもね、これ北海道入ってませんから、やっぱちゃんと考えて条文ってやっぱり、あ、まあ、当たり前ですけど作られてるんですね。これね、従ってね、これ原則都道府県で、東京都だけだったら東京都、東京だけだったら東京都ね、さっきも言いましたけど、で埼玉にまたがるような場合はね、これ国交大臣にランクアップしますから、指定権者がね、このイメージしっかり押さえておいてください。とにかく原則と例外ですね。でこれは皆さんの中で宅建おやりになった方はまだご記憶にあるでしょう。これ宅建でやりますんでね。ただ次の手続きです。これは宅建でもね少しはやるけど、あんまり踏み込んでやらないですね。これ行政法規ではこれ大事です。こういう手続き周りがこの後ね結構出てきますんで、しっかりとこれもね押さえていきたいと思います。でこれやっぱりこれ丸1と丸2、しっかりこれ分けて押さえていきます。丸1が都道府県ってことで、上のこれ原則ですね、指定権者が都道府県ですね、東京だったら東京都っていうね、これに基づいてます。で丸2の方が例外です。例外ね、さっきから申し上げているように東京と埼玉とか東京と神奈川とかね、そういう場合については国交大臣ということで、これ手続きもね分かれるんですよ。ですね。でまずこれ都道府県が指定権者の場合です。ですね。でこの場合は関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聞くとともに、
国交大臣に協議してその同意を売るってことで、これは覚えちゃってください。覚えますですね。でまず関係市町村、これは地元でしょ、地元、やっぱり地元の実情を一番よく知ってるのは市町村だから、だからそこのね、あの意見を聞くってことですね。こちらで、あともう一個、都道府県都市計画審議会って言います。これは学識経験者からなる第三者機関なんですけど、簡単に言うと学者先生の集まりです。学者先生の集まり、ね、これもしね、これ都道府県都市計画審議会の意見を聞くっていうのが入ってなかったらどうなります？結局都道府県が関係市町村の意見を聞いて、でもちろん国交大臣ね、これ協議して同意も必要ですけども、結局行政に傾いちゃうでしょ、ね、だから学者先生の冷静な意見を踏まえる必要があるってことで、これが入ってるんですよ、都道府県都市計画審議会の意見ってこと、ね、これで覚えておいてくださいですね。であと国交大臣に協議して同意を得る、もうこれはこれで覚えちゃってください。で一応ね、覚え方なんですけど、ちょっと右のページ見てください。こちら3ページね。ここにこの図が上がってて、こんな感じでいいですかね。これで見えるかな。で、この都市計画区域で、一つの都道府県に都市計画区域を指定する場合が都道府県ですよ。ね、東京都に指定するんだったら、ね、東京都ですよってやりました。で、これ上から下に見ててほしいんですよ。で、関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聞く。で、最終的に国交大臣協議し、その同意を得るってことですけども、この左側のコメント欄ご覧ください。下には意見を聞く、で上には同意をもらう。これどういうことかなっていうと、下とか上って何を基準にして言ってるかというと、指定権者です。指定権者で、この場合は都道府県でしょ。都道府県を基準にすると、関係市町村と都道府県都市計画審議会っていうのは下、ね、ちょっと申し訳ない言い方だけど下だから、下についてはこれ意見を聞けば足りるよ。それに対して国交大臣は上でしょ、だから上には同意をもらうってことで、これをぜひフィルターにしてね、フィルターにしてこれで覚えてみてください。あの職場ね、皆さんがね仕事されてるその会社の会社等のね、あの職場と同じですよ。部下に同意はもらわないでしょ、部下には意見聞く。で上司ですよ、上司に意見はもらわないでしょ、同意ですよ、同意を聞くもらうでしょ、意見を聞くとおかしいでしょ、上司、そんなイメージです、ね、従いまして、これをフィルターにすると結構これはね覚えやすいと思います。で左に戻りますよ、こちらいいですね。で今ね丸1、指定に必要な手続き丸1をねご説明いたしましたね。今右のページでお話したね、あのフィルター使ってみてください。であと丸2です。丸2、これはね国交大臣が指定権者の場合で、この場合は関係、やっぱり都府県です、北海道は入りません、関係都府県の意見を聞かなきゃいけないよ。やっぱりある程度ね、地元の実情もね、これやっぱりあの吸い上げなきゃいけない、そんなイメージで押さえてみてください。あとちょこっとね細かいんですけど、ここねローマ数字の1番、これが振ってあります。これがさっきお話した脚注なんですよ。脚注です。でこれちょっと一回見ておきますね。ちょっと細かいけど、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければならないってことで、だから要するにこれ都道府県がね、あごめんなさい、これ国交大臣が指定権者の場合ね、関係都府県の意見を聞かなきゃいけない。で関係都府県がもし意見ですね、関係都府県が意見を述べる場合、国交大臣述べる場合はやっぱりこれですよ、関係市町村ね、あと都道府県都市計画審議会の意見を聞かなきゃいけないってことで、やっぱり地元の実情を知ってる市町村一番知ってますからね、市町村がね、これ最小単位でしょね。あと学者先生の冷静な意見、これをきちんと踏まえなきゃいけないよってこと、やっぱりこういう構造になってるんですね。地元のね実情を一番知ってる関係市町村と学者先生の冷静な意見、これはやっぱり踏まえるような構造になっている、そんなイメージですね、まあ、ちょっと細かいですけどね、ちょっとこれじゃご説明いたしました。一応こんなとこですね、ざっと上から見てきましたけど、いかがでしょうね。こんなところでいろいろね覚えなきゃいけないところも出てきてますけども、こんな要領でねどん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 あの講義を進めてきますので、ぜひね聞き漏らしのないようねしっかりと聞いて、また印ねつけるなり書き込みするとかにしてね、必ず形に残していってくださいね。じゃあちょっと休憩入ります。10分間お休みください。